どうも、西村光雄です。シリーズウィークエンド西村第309回、12月19日配信号となります。今日はですね、今週と来週続けてなんですが、ご覧のように今横にいらっしゃいます、宇山さん、はい、おいでいただきまして、それでよろしくお願いします。いろんな話をしていきたいと思います。で、今週はですね、アメリカ大統領選から見えるアジアの危機というタイトルで、お話したいんですね。はい。宇山さんは特にその朝鮮半島問題に非常にその精通している歴史家でいらっしゃいまして、それでもう著書の数も多いですよね。おかげさまで。それでアジアだけでなくてもね、世界史を結構今まで本にされてますよね。はい。だからそういうところに私興味がありましてね、つまり世界史的な地球全体の中で、じゃあ今のアジアはどうなってるのかっていうね、そういう視点っていうのが朝鮮問題の専門家の方はね、歴史にしてもそうですけど、はい、やっぱりもう朝鮮半島だけにもう集中してますんでね、で周りの歴史的なその背景って言いますか、例えばじゃあ16世紀の中東や、はい、ヨーロッパはどうだったとかですね、うん、はい、例えば13世紀はどうだったっていう、それはまあチャイナもそうなんですけども、そういう世界史的な規模の中で横軸でですね、見るということをあんまりしないんですね、うん、その朝鮮半島の専門家の方はね、うん、まあその代わりにもちろん非常に深く掘り下げた素晴らしい業績を残している方いっぱいいるんですけども、だから宇山さんとちょっとそういう視点から話をお伺いしたいなと思うんですね。だからそういう意味で、はい、今年は本当激闘の時代ですね。そうです。それでアメリカ大統領選挙というものがあって、まあ、4年に一度に必ずあるものですけれども、それと同時にですね、非常にアジアが今その危機的な状況になってきてると思うんですね、はい、でまあ、この10年変わらないんですが、だからちょうど大統領選挙っていうものがあったので、うん、こういうテーマが一番いいかなと思ったんですけど、はい、どうですか。まさに今ご指摘いただいたように、アジアや日本にとって大きな岐路に立たされている時期だろうと思うんですよね、今今日は、でこの岐路、具体的に何を意味をしているかというと、中国につくのか、つかないのか、中国が覇権を今後アメリカに代わって握るのか握らないのか、その大きなターニングポイントに差し迫っているのが今日今日の情勢だと思うんです。まあ、この歴史を振り返ってみれば、例えば15、16世紀に覇権を持った国というのはスペインとポルトガルでした、はい、大航海時代において。そして17世紀に覇権を握ったのがオランダでした、はいはい、で18世紀19世紀大英帝国と続き、 そうですね、そして20世紀第一次大戦後以降アメリカがこの世界の覇権を握ったわけでありますけれども、はいはい、でそれがこの21世紀になって今まで覇権交代を繰り返したように、うん、今後このアメリカの覇権が崩れて中国に覇権が移るのかどうかというところの、うん、そのターニングポイントにあるというように思うわけなんですよ。はい、まあ、その、まあ本当それは的確な見方だと思うんですね、はい、だからアメリカでもそういう指摘をしている人は非常に多いですし、例の100年マラソンのね、はい、ピルズベリーでした、ね、はいはいはい、小説のね、はい、まあ、彼なんかもそうですしね、まあ、そういう中でね、この2008年にリーマンショックがありまして、G7 諸国がことごとくこの GDP を下げてきた中でも、中国だけが唯一 GDP を拡大をさせていく中で、そしてこの予算も拡大をし、軍事費も拡大をし、今やこのアジアのですね、軍事の一番のその中心的なプレゼンスを持っているという状況で、そしてそのアメリカはそういうふうな中国に対して、特にピーター・ナバロなんかが警告をしまして、
このまま中国がこの対アメリカの貿易黒字を稼ぎ続けて、それを原資として投資を続け、そして軍備を拡張していくことを続ければ、うん、この軍事覇権がアメリカから中国に移ってしまうじゃないかと。だからこれは経済政策と一体のものとして安全保障を考えていかなければならないというのが、まあ、ナバロの考え方。まあそうですね。だからナバロはトランプ大統領の通商担当、そうですね、の重要な位置に位置について、いるわけですからね。そしてトランプ大統領もこのナバロの提言に沿ってですね、この4年間政権運営を実際に進めてこられたわけです。そうですね。まあ、だからトランプがやったことってのは、まあ今現時点でね、トランプが果たして、来年の1月6日で、まあ、一応大統領選挙決着を見るわけですけども、はい、投票人のその選挙人の投票を開票をして議会がそれを承認するということで、それで大統領選挙は終わるだけわけですね、2020年の、はい、で、まあ、まだその前の段階ですから、まだ不確定要素が非常に多いので、はっきりバイデンが勝ったというふうに断言はできないわけですから、確かにそのトランプ政権が、まあ、終わるとして考えると、そのトランプ政権の遺産というのは、ね、はい、非常に大きかったと思うんですね。まあ、それは今年の解雇でちょっと来週じっくり話したいなとは思うんですけども、はい、まあ、そうしたらこのトランプ路線が継承されないというようなことがもしあれば、これは日本にとっては一大事なわけなんです、はい、じゃあそうしたらもし仮にですよ、仮にまだ決まってないんですけれども、バイデン政権というようなことが現実になってくれば、日本は中国に対してどう向き合っていけばいいのかという、今までの外交環境が全くこれガラッと変わってくると思うんですよ、うん、ね、それは確かにそういう危惧を持つ人は非常に多いんですけど、はい、私はね、むしろ日本のチャンスだと思ってるんですよね。なるほど。というのはね、実はオバマ政権の時に安倍内閣が誕生しているわけで、それでオバマ政権の時に今から8年前にその就任直後にですね、アジアの民主的安全保障ダイヤモンドという構想を打ち出しましたよね。でそれがこの図を見ていただければ分かるわけで、これがその、8年前の12月27日に、書いた安倍総理が発表した英語の論文のその骨子を、図にするとこういうことで、それでこのダイヤモンドの中を、四角形の中をですね、法で、支配する、そして力による変更を許さない、そういうエリアにしていくという戦略で、外交戦略だったわけで、要するにこのダイヤモンドの中のそのヘゲモニーは日本が中心になって握るってことですよ。逆の別の言い方をすれば、はい、ヘゲモニーがあるから平定されていて、平和なわけですからね、戦争が起こりようがないわけですね。だからこれが安倍政権 その実は心情だったんですね、うんうん、で、まあ、当時私はね、そのこのエリアでのヘゲモニーを日本が握ろうとしているなんてことは言わなかったんです。そう思う、分かっていたけど、というのは当時それを言ったら総叩きになるのは、もう火を明らかなんでね、うん、火を見るより明らかで、うん、しかし、まあ、今だったらだいぶ8年も経ってですね、状況変わって、おそらく受け手の方も、いろんな情報で揉まれてですね、こうしたことは当然と考えます、ね、そうなんですよ、前よりね、かなり例えば安全保障の知識だって増えてるでしょうし、まあ、そういう前提でだから今申し上げたんですね、であとその平和と戦争っていうのは要するに対立するものじゃなくてね、反意語じゃなくて、うん、平和を守るっていう言葉はおかしいわけで ね、ええ、守った結果が平和なんですけどね、そうですね、だから要するに そこが一番 の真実なわけですよね、ええ、でこの、四角形の中、 なぜこんな四角形を作ったかというと、それはもう言うまでもなく、チャイナを中心とする新しい海秩序が肥大してくるという、はい、それを警戒してこの日本、インド、オーストラリア、アメリカを結ぶ、ハワイを結ぶ四角形という
ということを提唱したわけですね。そうですね。で、今オバマ政権の時にこれをやって、これがアメリカに要するにその反発されなかったわけですよ。はいはい。っていうのはアメリカにも美味しい目をこれ見させてるわけなんですね。うん、なるほど。そこがミソなんですよ、ね。うん、だから私はね、バイデン政権もちろんひどい政権ですよ、はい、それでもう賄賂はいっぱい北京からも来ていて、で息子だってどうなるかわからない、はい、でやはりね、一つの可変的な要素として考えられる心配はですね、バイデンが失職することですよ、はい、政権に就いた直後にですね、どんどん不正が出てきてね、で今むしろCNN が積極的にハンター・バイデンのことを報道してるんですよ、うん、で要するにあれは詐欺であってね、うん、大統領選の時はいい加減な情報だとか言って全く報道しなかったんですね、CNN も、うん、ニューヨーク・タイムズも、うん、ところが今ね報道してるんですよ、うん、でそれをね私本当ね見直した惚れ直したんですけどね、実はホワイトハウスの報道官のね、はい、ケイリー・マッケナニーという女性がいて、はい、彼女私大好きなんですね、容姿だけじゃなくて彼女のなんていうの内面というか、そうですね、あと、うん、非常にね忠誠を誓う姿勢というか、それもそうですね、あと IQ が高いですね、非常にね、うん、だからどんな質問に対しても臨機応変にその返すんですが、そうそうそう、昨日の記者会見がね、これ私そのうちツイッターに上げますけど、すごかったんですよ、で なんですごかったかっていうと、そのハンター・バイデンに対しての報道をね、はい、選挙中の時にニューヨーク・タイムズは何を言ってたか、 CNN は何を言ってたか全部出して、それで今何を報道してるか全部出しちゃったんですよ、時系列ですね、それでポリティコもそのやり玉に上がってて、はい、だからいわゆる既存メディア、特に左経メディアは、はい、全くハンター・バイデンのことをその報道してなかったわけですね、で今になって報道してるっていうのは、要するにバイデンが、はい、もう大統領じゃなくなっても、うん、構わないっていうね、カマラ・ハリスがいるぞと副大統領はね、それがだから要するに本音でないかなと、本音ではないかな、でそうなるとかなり厄介ですよ、そうですね、まあ、だからそうさせないためにはね、どうしたらいいかってことも考えなくちゃいけないんですけど、そうですね、先生が先ほどおっしゃったこのアジア自由太平洋構想につながった、はい、このダイヤモンド構想ですね、はい、これができたのが2008年あたりですね、そうですね、発表したの、10年以上前の構想ですね、いや、発表したのは2012年ですから、8年前、8年前ですか、でこの8年前の構想がその今になって、特にそういう不自然なものではなく、反発を食らうものでもなく、皆さんから自然と受け入れられているというこの状況の変化、私はこの1年間でもかなり世界的にそういう状況の変化があったと思います。そうなんです。西村先生もどこか他のチャンネルでおっしゃっておられましたが、世界の人々にアンケートを取って、中国人をどういうふうに見ますかというアンケートで、この1年のコロナのおかげといいますか、もう中国はとんでもないと、大嫌いだというふうに答えるアンケートの回答者が圧倒的にこれ各国で増えているという状況がありますね。まあ、特に日本もそうなんですが、ヨーロッパ諸国や他の中東諸国などの、もちろんこのアメリカ、ラテンアメリカの国々も、もうみんな中国に対して警戒心、一定の警戒心を世界の人々が持つようになったというところは、私は非常に大きなところだと思いますし、まあ、最近のこの日本の動きの中で私が非常に注目しているのは、イギリスと強く連携をし始めている部分だろうと思うんです、はい、例えば日英 EPA を組んだという点や、はい、そしてまたこのクイーンエリザベスの駆逐艦軍艦空母などがこの南シナ海や東シナ海に展開できるように日本とその協定を進めていくと、日本に寄港しますね。そうです ね、 当然ね、日本の愛知県の方へ寄港するという協定になっているらしいんですけれども、まあ、こういうイギリスと連携を組むというのは、私はこれ21世紀版日英同盟だと思います。 そうです、で
そもそもですね、イギリスはこの EU から離脱をするという状況の中で、はい、新しい外交の軸足を EU からまさにアジアに向けようとしているんだろうと思いますね。はい。